はい、今日もあなたと百姓天国、本日は4月の26。はい、あーしょ。晴れてきましたね。はい、ということで何やるかって言いますと、ヤーコンの植え付けですね。ヤーコンの苗が届きました。はい、これでね、9センチほどですか。はい、これで、50株ぐらいですね。私はもうね、植え付けて球根が欲しいので、株間は60センチですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここで10、これの5倍か、全然楽勝ですね。10、20、21、22、23、24、25、26、27、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、ちょっと余りましたけど、まあいいですわ。よいしょ。ヤーコンはね、もう植え付けて終わりですから、何も考える必要はありません。特にね、何も難しいことはないんですね。ヤーコンは一切何かを考える必要はありません。いいんでしょうかっていうぐらい簡単なのがヤーコンなんですね。去年は全滅しましたけど。そういう時はこうやって苗買えばいいのでね。でこうやって作っておけばまた球根でね増やせますから、別に何ということはありません。しまえばね、こうやって苗を作る必要すらないので、今年だけなんですね。こうやってまた来年以降からね、増やしていきますので、何かこうね、難しいことを考える必要は一切ない。それがヤーコンです。栽培が簡単ね。これでおそらくですけど、一回ね、植え付けて活着して一回株元を除草すれば、あとはもう収穫はおそらく12月、こちらは霜が降りないのでね、何かをね考える必要は一切ありません。ヤーコンはね、それぐらい簡単です。そしてね、何といってもね、生で食べられるわけですよね。なので冬場にね、生で食べられる芋ということで、で保存も簡単ですしね。だからじゃがいも里芋をね、作るよりかはよっぽど簡単ですから、特にね
今回の家庭菜園講座でもね、僕がヤーコンをジャガイモ里芋作るんだったらヤーコン作ってくださいって話をしてるわけですけどね、ジャガイモ里芋作ったってね、まあいいんですけどね、手間というか保存も大変ですしね、あのましてや売るってなった時にジャガイモ里芋売れないじゃないですかね、全くあのそれは素人の出る幕じゃないので、まあ私里芋売ってますけど、あのね里芋も簡単ですけど、言うほどねあの量結構作らないとね、じゃがいも里芋作るんだったらヤーコン作ってくださいって、そういう話ですね。じゃがいもなんかはね、今回ホレイコを買いましたけども、栽培ではないんですよね。じゃがいもはもう収穫してからの保冷ですから、そうじゃないと全部ねあの傷んでしまうわけですから、ヤーコンについて語ることなんていうのはねほとんどないですよね。栽培が簡単であるとね、そして球根を作ればね増やしていくことができる、そして販売の時にねジャガイモ里芋に比べればねだいぶ簡単ですよという、そういう話ですよね。貫通すらしてないでしょこれね、貫通しなくても多分大丈夫でしょうとね、そういう話でございます。湿ってればね、ああ風で倒れちゃいましたね。
影してましたね。ヤーコンはね、本当に語る必要のない野菜なんですよね。何かしらね、ヤーコン美味しいですけどね、あんまり馴染みがない分だけね、普及してないですけど、こんなにね、作るのは簡単と言いつつ去年全滅しましたけど土さえ、土だけが問題なんですよね。普通の土であればね、粘土質じゃないとかね、畑の普通の土であればそんなにはね、出来のね、大小というかね、出来の良し悪しは多少ありますけど、そんなにね、苦労することは多分ないだろうとは思うんですけどね。特にヤーコンについて本当に語ることは何もないので、こんなものは、こんなものって言ったらあれですけど、栽培と言えるのかっていうねそういう話なんですけどもね、今更ながら。これで一株160円でしたっけね。はい、高いものは高いですけどね、ちゃんとしたことで買っていただければと思います。あえてどことかは言いません。ちょっとね、自分で探してください。こういうなんていうんですかね、あのまあ一般的なね、なんでもそうですけど、あのどこの種とかそれぐらいはあれですけどね、なんでもかんでもあの人に聞いてね、答えてくれるって思ったら大間違いでね、あの必ず証券会社の人に必ず上がる株を教えてくださいってね、それタダで教えてくれるのかって話でね、はい、皆さん情報はタダだと思ってますけどね、まあ、別にいいですけど、あのとても安易にね聞いてくる人いますけど、別にいいですけどね、答えられる範囲でもちろんお答えしますけど、情報もタダじゃないよっていうことですよね。ここに来るまでに私もね、そこそこ20年という歳月の時間と経験がかかっておりますので、でまた答えてもね、ありがとうございましたの一言もない人っていっぱいいますからね。ね、考えてほしいんですよね、皆さん。証券会社とか、あるいは絶対に儲かる投資を教えてくださいってね、皆さんプロの投資家に聞きます？それと同じなんですよね。皆さん良かったですよね、こうやって YouTube でね、完全無農薬で野菜の作り方見られますよね。それだけでもありがたいと思えとは言いませんけどね、ただでこうやって公開してるわけでしょね。もちろんあの実際うちの研修生が言ってましたけど、動画見てるだけではダメですねって言ってましたからね。うん、別にあのやっぱりポイントがあるんですよ、実を言うとね。それはまあ実際に私と一緒に研修したり、私の畑に来てくれれば話しますけどはい、以上です。あ、腰が痛い。5月に入ったらもうジャガイモ掘りが始まりますね。はいはい、ということでこれでエアコンは終わりです。あとはね、こうやって栽培管理ね、草だけ生やさないようにすればそれで終わりです。あと大きくなるかどうかはね、去年もそうでしたけど、まあよくわかりませんよいしょ。何回も言いますけどね、ヤーコンについて特に語ることはありません。はい、簡単です。ヤーコンについて語れと言われれば難しいですね。あと例えばジャガイモね、ジャガイモについて語る。ジャガイモとは何ですか？はい、ホレイコですね。ホレイコがあるかどうかだけです。植え付けたりだとか、
目かきをしたりとか目出しをする、そんなことはねはっきり言ってどうでもいいことですね。掘り上げた後保冷庫に入れとけばしばらく持ちます。ただそれだけですね。つまり栽培ではないんですよ、保存なんですね、ジャガイモというのはね。それが真実です。里芋はそれに比べればねとっても簡単です。ヤーコンの次ぐらいに簡単ですよね。はい、畑に置いておける地域であればね、関東とかであれば私が昔やったように穴掘ってね貯蔵しておけばそれで翌年まで持って種芋を使い回せるわけですね。じゃがいもの場合はね種芋を使い回そうと思えば4度の保冷庫が必要ですからね。はい、ということでございました。今日はヤーコンの苗を植え付けている百姓農園の動画でございました。はい、それではまた。